はい、皆さんこんにちは、ねるみぶしです。では今回はアーツオーバーヤッホー第一次世界大戦、もっとすでに第二次世界大戦、日本対世界という情勢になっていますが、この続きをやっていきたいと思います。アメリカはすでに征服済みで、残された大国イギリス、フランス、この2カ国をね、なんとか大日本帝国が屈服させにかかりたいなというふうに思っています。じゃあイギリスとフランス、国力をおさらいしておきましょう。まずイギリスからですね。イギリスの方はですね、陸軍の師団数ご覧の通り111、海軍戦力、まあこれは大型艦、あるいは駆逐艦とかね、水雷艇含めてになりますが、581隻、さらに空軍戦力、航空機ですね、これが2万6000と、まあさすがは大英帝国というところかと思います。続いてフランスなんですが、フランスはね、特に陸軍の師団数が多いですね、560、さらに海軍戦力も530、さらに空軍機、航空戦力は2万7000ということで、まあ、我が国日本、これと比べると、まあ、残念ながらいずれの値も劣っているということで、苦戦が、まあ、考えられるんですが、まずですね、師団の編成が、敵がどうなっているかっていうのは、まあ、未知数で、我々日本軍がこれまで第一次世界大戦を戦い抜いてきた精鋭の師団が揃っているというのと、あとですね、なんといっても、まあ、師団編成っていう意味で言えばですけども、かなり充実した編成になっています。まあ、これは、一つの師団の例になるんですけども、さらにこれ、まあ、戦車師団ですね。さらに、軽戦車の師団ということで、いずれの師団もかなり強力なので、まあ、数で劣っていたとしても、その編成、内容で十分に屈服できるかなというふうに思っています。で、海軍戦力もですね、他国に先駆けて、空母を多数配備していると。いう優位性もあるので、これらを活かして、なんとかね、イギリス、フランス、これらを倒していきつつですね、アメリカも、領土の奪還を試みてくると思うので、そこのね、反抗を潰していきたいというふうに思っています。では、まず、海軍の方なんですが、艦隊のうち約半分を今、アメリカの北東部に集めています。航続距離の関係からね、いきなり日本から、この、対西洋に艦隊を送り込めないので、一旦、アメリカのね、東海岸の方に艦隊を集結中です。で、残った残りの半分の艦隊はアジアの、警備に当たっているという状況です。で、まずはですね、このイギリスが持っているニューファンドランド、ここにですね、陸軍の師団を2つ、軍ですね、陸軍の軍2つを送り込むという作戦になっています。で、早速時間を進めていきます。まずはしっかりね、この辺りの制海権確保していきたいと思いますので、そこの動きから入れていきます。まずは艦隊の到着を待ちます。今艦隊をね、移動中です。主力の艦隊を移動しているので、これが到着したら、即座に大西洋のね、制海権を取りに行こうかなというふうに思っています。もうすでに5艦隊来てるね。これは、うん、第9艦隊が来てくれてますね。じゃあ第9艦隊を早速、配備していきましょう。第9艦隊はどこに行っちゃった？いいかな？これで、ニューファンドランドに対して、おそらくなんですが、吸収上陸が始まると思うので、まずはその状況を見守りましょう。問題なく上陸をしてくれると信じています。先ほどお話したようにね、帝国陸軍、強さは最強だというふうに思っているので、早速今、吸収上陸始まってますね。まずはこれが無事に、完了してくれるというのを祈りましょう。戦車の手段も入ってるしね、十分に敵を倒せるかなというふうに思います。そうですね。早速ですが、攻略済みになりますね。じゃあ、ここからさらに足がかりにしてですね、ニューファンドランドの、本州の方に上陸をかけていきましょう。で、合わせて海軍の戦力、そろそろ集まってきている頃、いや、もうちょっと時間かかりますね。
主力艦隊が大西洋に集結するにはもう少し時間がかかるので、今いるこの師団で、まずはニューファンドランド攻略と、あとはこの海軍基地、空軍基地、それぞれの艦隊、航空戦力を配備しておきたいと思います。じゃあまず空軍戦力から行きましょう。まあ、200機ほど配備した上で、海上の警備に当たります。ここはね、確実に、ニューファンドランドを取って、イギリス本土への攻撃、その足がかりとなる、という作戦をね、完遂していきましょう。艦隊戦だ。この艦隊戦で敵の潜水艦を大ダメージを与えておきたいですよね。さあ、艦隊戦、結果見ましょう。敵の、潜水艦4隻撃沈ですね。もうちょっと戦果が欲しかったかな。まあ、ただ、主力艦隊到着前なんで、まあ、一旦これで止めおきましょう。では、正解圏確認しておきます。ちょっとまだ取れてないかな。あと、アメリカのね、西海岸、東海岸は敵が、奪還作戦を試みてくる可能性が先ほど話した通りあるので、ここはね、最新の注意を常に払っておきましょう。さあ、艦隊戦。ウェルカム。まずは敵の艦隊を潰したいので、艦隊戦はウェルカムですね。さあ、では、そろそろ主力艦隊到着しているので、主力艦隊を展開していきます。まずはニューファンドランド。この近辺をね、しっかり押さえておきましょうというのと、まあ、今後の作戦を睨んでですね、一挙に、イギリス本土近辺まで艦隊を展開していきましょう。ここでね、敵の艦隊を一隻でも多く潰しておく。まあ、それが今後のね、戦いに有利に響いてくれると思うので、ここは、多少無理をしてでも艦隊を、イギリスの方まで展開していきましょう。こんなところかな。さあ、これで正解点が取れるのを一旦待ちます。こんだけのね、大機動部隊が動いてるので、いずれ、おー、もう早速だな。さすがだな。自分で自画自賛しちゃいましたけど。さすがよ。帝国陸軍海軍。頼もしい限りだ。では、艦隊、その支援を受けて、各地に部隊を派遣してですね、一気にこのニューファンドランドを制圧していきます。まあ、問題なく制圧をしてくれると思うので、制圧が完了したらですね、即座に、部隊を、イギリス欧米へ展開する準備に入っていきましょう。と思ったけど、ここに12師団いるのか。この12師団は全軍で潰しに行った方がいいね。まずはニューファンドランド。ここをしっかりね、制圧しましょう。ここさえ取れれば、一気にイギリス本土攻撃。その大目論みが十分にね、達成できるかなと思いますので。では、部隊を、各地に派遣します。ニューファンドランド内の、言えてないね。ニューファンドランド内の各地に派遣していきましょう。で、あとはですね、もう一個軍を起こしておきましょう。数としてはそんなに多くない、数にはなってしまいますけども、まあ、これらのね、数を用意しておきたいので、イギリス、本土攻撃、さらにその先にあるフランス攻撃を見据えてですね、部隊を移動させておきます。あとは艦隊戦だね。しっかり艦隊戦で、敵をね、叩いておきましょう。で、たまーにこうやってパトロールしとかないと、変なところでね、敵が反攻作戦を行っていて気づかずに、領土の大部分を失っているなんていうことになりかねない。笑えない展開になるので、そのあたりをね、ちょくちょく確認しておきます。
さあ、各地での艦隊戦。これ、かなり沈めたね。敵の潜水艦48隻撃沈。48隻撃沈か。なんかすごい戦果だわ。48隻撃沈。ここでも敵の潜水艦5隻を撃沈してますね。これは大戦果だな。敵の潜水艦を壊滅させば。さあ、ニューファンドランドの制圧。これが完了したと言えると思います。完了ですね。はい。そしたらですね、ちょっともう一度パトロールだけしておいて、ごめんなさいね。このパトロールがちょっと皆さん、見づらくて煩わしいと思うんですが、ごめんなさい。お付き合いをお願いします。で、その後は、ではいよいよ、イギリス攻撃、これを仕掛けていきましょう。まあ、どこに上陸するかなんですが、まずは、リバプールなのかダブリンなのかなんですが、まずはダブリン、ベルファスト。ベルファストかな。ベルファストはね、ガンダムでも、思い入れがあるので。いや、ベルファストじゃないな。下から回った方がいいと思うので、ちょっと思い入れのある場所ではないところになっちゃいますけども、ダブリン。ここから、イギリス攻撃の拠点として確保していきましょう。ダブリン。ダブリンにすれば下から回るよね。下から回れば艦隊が動けるので、動いているので、割と制海権が取りやすい。というか、すでに取れている。これであれば、即座に、ダブリンへの上陸が可能ですね。では、ちょっとまた時間を進めていきましょう。もう、はっきり言って、進めたい研究はないので、研究枠余ってるよっていうマーク出てますけども、無視します。まあ、とはいえ、制海権は取ったり取られたりの繰り返しになると思うので、必要に応じて艦隊の増強をしましょう。と言ってるそばから艦隊の増強をするぞ。で、この艦隊を、一度そうだな、どこに入れる？まあ、ニューファンドランドに入れてから、大西洋の、制海権奪取任務に当たってもらいましょうか。では、陸軍マップに変えます。イギリスもね、もうここを取られたら後はないというところだと思うので、しっかり防衛をしてくると思うので、その防衛をね、突破していきましょう。正解点は、北大西洋がちょっと今、取ったり取られたりという繰り返しかな。ただ今取れてるので、これで、強襲上陸始まりましたね。強襲上陸が一度始まれば、我が、陸軍、十分に、ここを奪う力があると思う。しっかり、奪い取ってもらいましょう。今、先行した山岳兵部隊がダブリンに到着してますが、ちょっとこれはさすがにきつそうだな。ただ、後続、発砲師団が向かってるので、これがね、ちゃんと取れれば問題はないかなと思います。まずはこの強襲上陸。この作戦がうまくいくことをね、見届けましょう。で、あとは、バカみたいにはなりますが、パトロールをちゃんとしまいます。さあ、上陸が始まっている。8師団投入、発光師団投入してるので、十分にね、ここは取れると思います。ダブリン、乗った。では、ダブリンからね、イギリス、本土攻撃をね、始めていきたいと思いますが、ちょっと今回短いですが、まあ、ちょうど、イギリス本土攻撃が始まるぞというところで、一旦区切りを置かせていただいてですね、次回本格的にイギリスとの地上戦をやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。